バリ島の遺跡。お願いします。いい判断だ。おた皆さん、こんなタイミング。なんだよ。皆さんが遺跡に向かっている間、赤い船の。そうしてもらえるのはありがたいの。今さら遠慮も心配も無用ですよ。すまないな、ローランドの。ザスマ君、彼らのことをよろしく頼む。俺の仕事の腕は知っているだろう。そうでしたね。これはうっかり。おっと、そうだ、ザスバ君にもこれを。おお、僕のお手製です。ふん、さあ皆さん。よし。ふん、そういえば運賃だが、ただにしといてやる。俺の期待を裏切るなよ、キクーシ。ダリ島、そこへ行けばルリアをホーシングから解放するために必要な触媒が手に入るらしい。ようやく見えた希望を絶対に手放すことはできない。たとえどんな悪夢が待っていたとしても。もう大丈夫。さあ支度しましょう、星に帰る旅の。うなされてました。大丈夫ですか？お前こそ大丈夫なのか？私は平気です。どうしてそんなことを聞くんですか？星神様、見つけました。吹き上げる砂と枯れ果てた大地に手荒い歓迎を受ける。本島に点在するという大規模な遺跡が私たちの目的地だ。遺跡とともに砂に埋もれ忘れ去られたいくつもの遺物、その一つが触媒という話だけど。よーし、さっさと触媒とやらを見つけてルリアちゃんを元に戻さなきゃね。坂になってるところは楽に移動できそうだな。こけて砂に埋もれんなよ。はっ。この辺りに群れで生息しているのね。遭遇される前に倒した方が良さそうな。受けられたのか。ほらほら、来ないよ。いい調子。
インフィニットワンダー覚悟しろほらほら行きたそこか来ないの来なさい受けられたほらほら どれどれ？ ふん！ ほ！ やった！ なあ、見てくれよ。あれが遺跡の入り口じゃねえか？彼は遺跡の封印を解いてほしいと言っていたわ。ここがその遺跡なのかしら。来なさい寸劇よろしく空はまだまだ広いな守りがかしいほらほら今どれどれ？役立つもんはあるかね？こういう脇道を探すのは定番だよな。腕を上げているな。なんだろう。この辺り十分に探索していないけれど大丈夫かしら？わあ、涼しい。よっと。影に入るだけでこんなに違うなんてね。いつの時代の遺構だろうか。朽ちてはいるが、そこまで古くはない。お宝がいくつも眠ってるってことは、何かしら曰く付きの土地なんだろうな。斜面が続くうちは止まれそうにない。できる限り体勢を崩さないようにするんだ。察するに宝永の丘のあたりか。しばらく砂滑りを楽しむといい。ちょっとどういうことよ。もしかして罠にはめられたの？そんなことをして俺に何の得がある。いいからそのまま降りていってくれ。もう本当に信用できるんでしょうね。どっちにしろなるようにしかならねえ。とにかく降りていくしかねえか。まずいね、崖だ。ちょっ、この消毒
根性あるな。怪我人続出で敬遠されてるルートなんだが。知らねえよ。床が抜けて落っこちただけだ。俺は時短作業が好きだし、他人にも推奨する。お互い時間を節約できて、ビジネスとしては理想的だ。まあ、オイラたちものんびりしてられねえからな。道はこっちで合ってるんだよな。ええ、少し歩くと門のようなものがあるだろう。まずはそこに行ってくれ。それ、いただき。光ってる床が見えるな。あそこを全部光らせてくれりゃいい。お前らが求めてるブツはあの下に封印されてるはずだ。で、一緒に眠ってるお宝ちゃんは俺たちがいただくって寸法だ。話は簡単ね。でも封印を解くのは一筋縄ではいかないのでしょう。ギブアンドテイクだよ。触媒が欲しいなら頑張ってくれ。飛空士の俺らに頼むってことは、多少の荒事は覚悟しといた方が良さそうだな。床を踏み続けるだけの仕事にはならなそうだ。とりあえずまっすぐ進んでみるか。うわっ、なんだ今のは。風の魔力を用いた移動の仕掛けみたいな。先人たちが使っていたものかしら。広い砂漠を移動するのにはありがてえな。利用させてもらおうぜ。床を全部光らせりゃいいんだな。そうだ。そこの床全体が金庫の扉みてえなもんになってる。すべての鍵を起動すれば扉が開き、お宝ちゃんがこんにちはするはずだ。役に立つかな。すべてってことは鍵は何個もあるってこと？ああ。さっきみてえな仕掛けがいくつかある。それを探し出し。同じ要領で起動していってくれ。この砂漠でそれを探すってのか。幸い開けた地形になっていて遠くまで見えるんだ。怪しそうな場所を探してみましょう。ザスバの旦那は船でここまで来てるわけだが、俺たちをここに降ろすわけにはいかなかったのか。大事な情報をくれてやるんだ。多少根性があるところは見せてもらわねえとな。しっ、なるほどね。ちょっと
と飛んだだけじゃない。体一つで飛び跳ねるのは慣れてねえんだよ。空飛ぶのはグランサイファーで十分だ。のが起きちゃったわね。仕方ない、やるわよ。あと半分だ。このまま床に乗り続けてくれよな。無理ならば任せてくれ。こっちこっち、受けられるか。ここは私が。慎重に行こう。押さえて。てや、戦闘しながら鍵を開ける気か。いいことするもんだな。一人早くそうしたいところだがよ。一回しのいでくるよな。お願い、キリッサ。みんなこの調子で行こう。星の光よ、圧倒させてもらう。よし、あとちょいだ。行くわよ。いいのが来そうだ。こちら止められねえ。調子、床の光が失われていくわ。乗り続けていないとダメなように。一箇所にとどまって戦うのは無理があるぜ。鍵は後回しにするのもありかもな。よっしゃ、待って。鍵の光が薄れて、今は仕方がないわ。安全を確保するのが先決よ。ステックすまない、耐えてくれ。大丈夫、スクッソ。止めていこう。受けられるか。終わらせるか。そんな、今よ。何の仕掛けるわよ。私の足で我らの剣で圧倒さしな。任せて。なるほどな。岩の塊みたいなもんだから手応えを薄い。了解だ。このまま押し切る。一気に行くよ。貫け。フィニッシュワンダ。貫け。本気出していい？みんなついてきて。星のチャージ。で、これで決める。はな。はい。ここだ。さ、まだまだ。もう一度。からの。どうやら打ち取ったようだ。手強かった。よっしゃ、鍵を起動しちまおうぜ。見たところ半分ってとこか。
ま邪魔が入らなきゃいいんだが。こういうのはなんだか落ち着かないな。順調に進んでるようだな。期待以上の働きだ。土の精霊ね。砂漠となると少し手強いかもしれない。からのこれだ。あとは受けてみろ。この空域にも少し馴染んできたかも。まだまだ。ここだ。さあ行くわよ。ガードしてやる。みんなこの調子で行くわよ。よーし。よし集中集中。よっよっ。えいっ。雪山の次は砂漠だからな。こうも落差があると体がおかしくなっちまうぜ。戦闘を避けるのも手かもしれないな。これも塔かしら。大きな爆発でもあったかな。待て、何か来る。よっぽどこの世に未練があるんでしょうね。私が全部焼き尽くしてあげる。動きが鈍ってきたようだ。このまま攻め立てる。任せとけ。
粉骨最新だ。骨だけにな。ねじってる。見せてあげる。この槍の力。ミオさん、本気でいくわ。任せてくれ。アイハクルネ。団長、任せてください。来なさい。ひらめけプロミネンスフレア。一丁上がり。当然でしょ。次に行こう。ほらほら、みんなのおかげだよ。本気出してきたってわけね。警戒しよう。飛んだ骨折り損だったな。骨だけによ。はあ、それ邪魔者は片付けたか。ならさっさと鍵を起動させておけ。あと半分だ。そのまま床に乗り続けてくれよな。こういうのはなんだか落ち着かないな。いい調子やねえか。待っててくれよ、お宝ちゃん。お宝のことになると性格変わるんだな。で空も飛べるからな。遠隔攻撃で仕留めるのがいいか。来るぜグリフォンが。こんなのただのでかい鳥でしょ。あたしにかかれば敵じゃない。まだまだ射精はしない。戦術は一つではない。ちょっと違う。もうI'm gonna get it!
しましょう。心配かけちゃったわね。油断は禁物だ。悪いわね。こっからが本番ってわけ。素晴らしい。目を離さないように。明かれ貫け。よっ、来ないの。来なかったね。ほらほら、来てしまった。他の魔物はどいつもしぶといぜ。さあ、鍵を起動させましょう。見たところ半分ってとこか。このまま邪魔が入らなきゃいいんだが。よしよし、あとちょいだ。よくやった。お前らに頼んだ正解だったぜ。このエリアの中央の遺跡に向かってくれ。お宝ちゃんの詰まった箱を回収するんだ。いよいよ大詰めか。触媒ってのがあるといいが。その触媒だが、お煩い向きに箱の上に置かれているようだぞ。一番に回収すればいい。ただし、お宝ちゃんの箱を忘れてくれるなよ。くらえ！これは
またお前らか。邪魔するってんなら容赦しねえぞ。それはこちらのセリフです。なんだと？あの触媒にご就寝のようですが、あいにくお渡しするわけにはまいりませんの。くそ。私の名はマギラ・フリラ。そして彼らは我ら血族が振るう華麗な剣にとくとお楽しみ遊ばせ。全力でお相手して差し上げなさい。よい。見物ですわね。まるで盾のように剣を使うじゃないか。我が魔剣が攻防一体ですわ。もっとお上手に踊ってくださいまし。来ないよ。来なさい。私の魔剣をよくも崩せない防御ではないようだな。このまま攻め続けよう。これがカリオの技の剣。ねじ伏せるわよ。プロミネンスダイブ。よっしゃ、本気でいくわ。キャラクターはアビア三将と呼ばれるだけあるだ。あるある。
驚くには早いかと。舞踏会は少々テンポを上げてもよろしく。ほら、連携攻撃、独特なテンポですか。まだまだ我が負け。行きますわ。最後まで踊り切ってくださいまし。しまった。何の来ないの。はがさめが費用に。しまった。とっとご堪能くださいまし。ソードオペラ。ごめんなさい。皆様ずいぶんと頑丈でいらっしゃること。さすがはガラント将軍のお気に入りですわ。彼は戦いに楽しみを見出してみるのがたまにキス。その点私に隙はありませんわ。いや、何だ。ダメ。悪いわね。
ことごとくを叩き潰せ。いにしえの邪法の海士必殺の魔獣よ、ダウショウを奪って。来ないの。クリーンをもたらす奇跡の献上よ、かの者どもを打ち払え。神の奇跡より可視されし悲壮よ、あまねく敵を滅ぼせ。そろそろ終幕と参りましょう。戦術はひとつ。ヒレリアルシェイバリー。ウィンターブレイクチェーン。中華エンジン。危ない。まだだ。逃がちゃう。アイス。ぶっ飛べ。よっ。インフィニットワンダー。あれ。解放する。行きますわ。最後まで踊り切ってくださいまし。何の花さねが費用に。とっとご堪能くださいまし。はい、ソードオブラ。まだまだ。ダーキーインフィニットワンダー。ちょっと手間を減らせたな。まるで攻撃が通りやすくなったはずだ。ネジ捨てるわよ。プロミネートダイブ。よっしゃ、本気で行くわ。よっ、グランサイファーはもういいのか。はい、まもなくそちらに到着します。さすがの手際だな。ありがて。ところで例の触媒は。ちっとばかし邪魔は入ったが、なんとか手に入れたぜ。そうですか、それはよかった。皆さん順調です。急いで向かいますね。待ってるぜ。引かせない。みんな逃げて。お嬢。引くぞ。今度はなんだよ。この大気の震えはまさか。皆さん今すぐ避難してください。走るぞ。飛び降りる。おい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 、冗談じゃねえぞ。Thank you.
万人にしちゃ大げさすぎるな。
神様は島々の守り神みてえなもんだ。聖少女って呼び方は聞いたことがねえな。B 君の質問についてですが、おおむねその通りと思ってもらって構わないでしょう。空域ごとに歴史や文化が異なれば、同じものを指す言葉や表現も変わってくるものかと。ローランさんは聖少女と星神それぞれのルーツについて知っているように。しばらく使えねえぞ。エーテル砲は健在です。少し時間を置けば。
また使用できるようになりますよ。よっ、聞こえなくなったが、どうなってる？エクスカリオンが張ったと思われる。砂の結界で防がれてしまいました。さすがは鎮守を司る星神、多様な守りの力を有していますね。感心してる場合かよ。このままじゃ復活しちまうんだろ。そうだ、私たちなら腕から登って背中に近づけるんじゃないかしら。背中を目指すならばそれが確実か。そうと決まったら急ぐぞ。登れそうな足場を見つけようぜ。しばらくは膠着状態が続くでしょう。ザッパ君は今のうちに部下の救出に向かっては皆さんが死人できました。コアのある背部はその先ですよ。見えたぜ、あれだな。待ってください。
カリオも余裕がなくなっているようです。しまった、危ない、やっぱまだまだ、さっきの見たかよ、上空に吹き飛ばされたかと思ったかよ、腕を滑り降りて顔面に一発かぶってやがった。俺もやりたい、もう一遍やれって言われてもごめんだけど、また結界を張られたわ、あっ、貫け、怖い、結界が大事な病院に修復できないか、多くの結界を解除し攻撃を加えてください、繰り返せば必ず倒せます。さあ、行くぞ、前回開始した、これで結界は消失したはずだ、行け、これで飛ばせ、アルペン、さあ、行かれ、貫け、油断なプラス、最後の嵐に気をつけてください、頑張れ、やっかい、お前らならできる、もう一度守り、インディテールだ、またこちらが出て結界を張り上がった、しまった、ダクラはコアの棒を引く、あの短時間でグループを完成させると、ならばもう一度だ、先ほどのように光る柱を攻撃するぞ、全て停止した、これで結界は消失するはずだ、デスコメルこそが私の覚悟だ、せめて八つ当たりにする、ゼナモンねじ捨てるわよ、この槍の力、団長全力で、やりました、エクスカリオンの活動が完全に停止しました、すげえ親父、あいつら本当にやりやがった、信じらんねえ、すげえとしか言いようがねえ、まあ俺の見立ては悪くなかっただろう、団長君たちの力、まさかこれほどとは、君も無事で何よりだ、ところで先ほど手に入れた触媒だが、この通りだぜ、よかった、あとは教団からルリアを取り戻すだけだな、はい、でもよ、ルリアを取り戻すっても教団の奴らを探すところからだよな、それについてはお任せください、赤い骨の行き先は掴んでいます、マジかよ、ええマジですよ、彼らが向かった先は閉鎖当初フォンダーム、地中深くにマグマが流れるとても危険な場所です、火山のような場所だろうな、なぜそんなところに、詳しくは船でお伝えします、さあグランサイファーへ、俺だ、話の腰を折って悪いが、俺らはここに残る、もし異物を入手してたら後でシードホルムに来い、俺が鑑定してやろう、
どこでも駆けつけてやる。じゃあな、くたばんじゃねえぞ。さて、どれどれ。役に立つかな。あ、さて。